はいどうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろとお話をしております。ということでですね、今日から甲子園でヤクルトとの3連戦ということで、実はですね、昨日かな、今日かな、もう梅雨入りが発表されましてですね、もう例年よりもだいぶ早い梅雨入りということで、今週もですね、結構予報が悪いということで、まあちょっとね、天候なんかも心配されたんですけどね、今日も昼間結構ね、西宮結構強い雨が降ったりね、してまして、まあ5時ぐらいにかなり強く降ったので、今日試合できるのかなと思ったんですけど、今日、まあまあ無事にですね、プレイボールできてですね、今日は試合できたんですけれども、まあ残念ながらですね、阪神が、今日はですね、負けてしまいまして、ヤクルトにですね、実は今シーズン初めて負けたんですよね。これまでずっとヤクルトには負けなかったんですけども、今シーズン初めてヤクルトに負けたというですね、試合でしたね。ちょっとね、痛いんですよね。実は、まあね、さすがにまあそろそろ負けるかなとは思ってたんですけど、全部勝てるっていうことはなかなかね、難しいので、どんなにね、差がついていても、まあまあ、いくつかは負けるわけで、ヤクルト全勝できているんで、まあそろそろ負けるかなっていうタイミングはタイミングなんですけれども、ちょっとね、この3連戦のその、先発ローテーションがですね、今日が西勇輝投手だったんですよね。で、明日が西純也投手なんですね。その、プロ入り初先発ですよね。高卒2年目でですね、まあ、奥川投手とかね、佐々木朗希投手と、まあ、同年代ということで、明日がですね、プロ初先発、初登板ということで、で、まあ、ちなみに明後日青柳投手の予定ということなんですけど、ということはですね、明日の西純也投手にそこまでですね、まあ、もちろん期待はするんですけども、そこまで高望みはできないわけで、っていうことで、やっぱりね、今日の西勇輝投手エースですから、今日はね、西投手で何としても勝って、で、まあ明日ちょっとね、その、まあ、楽な気持ちで西純也投手にこう、まあ、投げさせてあげたかったなっていう、そんな感じだったんですよね。今日負けてしまったら、明日負けるともうカード負け越し決まってしまいますから、明日はどうしても落とせなくなっちゃうので、結構ね、そういったプレッシャーのかかる、まあ、試合になっちゃうということですから、ちょっとね、今日はね、なんとしても取りたかったんですよね。今日取っといても明日負けてもいいわっていう気持ちでですね、まあ明日臨みたかったんですけれども、残念ながら今日はですね、西投手が、ちょっとですね、ちょっと失点が今日は多かったですね。5回5失点ですから、ちょっとね、まあ試合を作れなかったっていう、そんな感じでしたよね。前回もね、6回4失点、7回かな ?4 失点ということで、ちょっとね、打ち込まれるシーンがですね、ここ数試合目立ってるんですけども、まあ前回も今回もそうなんですけどね、何が悪かったかってやっぱコントロールですよね。フォアボールね、あんまり出さないピッチャーなんですけど、前回もフォアボール3つぐらい出して、今日はさらにですね、デッドボールも出して、4つか5つの四死球をですね、出してしまったということで、さすがにここまでですね、フォアボールとかデッドボールでランナー出してしまうと、さすがにですね、まあ、厳しいのかなっていう感じですよね。あと、まあ、ヤクルト打線がですね、今すごい調子良くて、今、打線の調子で言うと、一番ヤクルトがね、調子いいんじゃないのかなっていう、そんな感じもするぐらいのですね、その特に両外国人選手がですね、結構、まあ慣れてきたというかね、体動いてきて打ち出しましたよね。で、まあそこに来て、まあ村上選手はね、ずっとこう、まあ打ってるんですけど、山田選手がですね、また調子上がってきたっていうことで、ちょっとですね、今、ヤクルト打線がちょっとですね、怖いかなっていう、そんな感じになってきてまして、だから、西投手もですね、結構、その、気使って投げてたっていうのはね、よくわかるんですよね。結構その、際どいところを狙っていてですね。で、今日はね、ちょっと球審との相性もあんま良くなかったんですよね。その、際どいところの、まあ、ストライクを取りたいっていうギリギリの球が全部ボールっていう風にですね、ジャッジされて、で、まあ、カウントが悪くなってですね、フォアボール出したり、ストライク取りに行って打たれたりっていうですね、そういったちょっと今日はまあ、循環も悪かった。巡り合わせもね、悪かったのかなって、そんな感じですよね。低めのですね、際どいところは今日は全部ボールっていう判定されてたんですよね。ね、西投手なんかは結構低めをですね、ついていって、低めのストレートとかですね、スライダーとかカットボールとかですね、シュート、ツーシームでストライクをこう取っていくっていうスタイルですから、そこが全部ボールになるとですね、やっぱりちょっと苦しくなってくるっていう、そんな感じですよね。で、相手のですね、ピッチャーがサイスニード投手という新外国人投手だったんですけれども、このピッチャーはですね、西投手とは対照的に、結構まっすぐが速くてですね、150キロを超すぐらいのまっすぐでガンガン押してくるっていう、そういうタイプなんですよね。で、このピッチャーはあんまり低めに変化球を集めるっていう感じではないので、まあ、あんまり低めのですね、ボールをこうね、出し入れっていう感じじゃなくて、もう高めの速球でズバズバ来るっていう感じなんで、今日はですね、球審との相性もちょっとね、西投手にとってはまあ、不利にですね、働いたかなっていう、そんな感じですよね。まあ、もちろんね、これ言い訳はならないんですけど、ただまあ、向き不向きってありますからね、今日はね、ちょっとまあまあ、そういろいろもろもろがですね、ちょっとまあ、西投手には不利に働いたかなっていう感じですね。まあそんなね、めちゃくちゃその調子が落ちているというような感じではない、まあいつも通りのピッチングなんですけど、その、本当にボール半個とかボール1個分、
で、ボールになったりですね、まあ、ストライクになったりっていうところで、ちょっと今日はですね、まあ、今日、まあ、前回もかな、前回も今回も、それでちょっとですね、西投手はちょっと、まあ、波に乗れなかったっていう、そんな試合でしたよね。でですね、まあ、何しろその、先制点がですね、西投手の押し出しフォアボールですからね、もう西投手の押し出しでフォアボールなんて出すピッチャーじゃないので、そういったところから見ても、まあ、今日はね、その、まあ、本領が発揮できなかったのかなっていう感じですね。でね、これで輪をかけてですね、今日良くなかったのは中継ぎピッチャーなんですよね。最近阪神ね、ずっと勝ってましたから、勝ちパターンのピッチャーはですね、結構登板間隔が狭まってですね、もう毎日に投げてたんですけども、負けパターンのですね、ピッチャーがほとんどこう投げれてなくて、もう2週間ぐらい投げてない、まあ中10日とはですね、そんなレベルで、久しぶりに登板するピッチャーばっかりだったんですけども、軒並み今日はですね、リリーフピッチャー全員失点したんですよね。小野投手、森谷投手、桑原投手ですね。この3人がですね、全員失点するということで、しかもですね、小野投手はですね、出てきて 4人連続フォアボールなんですよね。で、押し出しで点取られて、で、この残ったランナーをサンタナかな、オスナやったかどっちか忘れましたけど、ツーベースで全部返されて4失点っていうですね、これで試合が完全にぶっ壊れてしまったっていう感じなんですよね。もちろんね、その調整難しいのはわかるんですけどね、その、登板してませんでしたからね、その負けパターンのこの、小野森谷、桑原っていうあたりはもう登板してません。久しぶりに出てきてですね、しかももう、火がついている状態のヤクルト打線ですから、なかなか抑えるの難しいと思うんですけど、ただね、4人連続フォアボールっていうのはさすがにちょっといただけないな。プロですからね、いくら登板が久しぶりやっつっても、そのストライクが入らないっていうのはですね、やっぱりそのリリーフピッチャーとしてはちょっと使いづらいのかなっていう感じですよね。そのファンとして見ててもですね、フォアボールフォアボールってなってしまうと、もう何もですね、楽しめる部分がないわけですよね。その、まあね、その、どんないい球投げだって打たれることはあるんでしょうけど、まあそれがプロ野球ですからね。今日ね、最後村上選手すごいホームラン打ちましたけども、これだってですね、森谷投手のインコースのですね、まっすぐを見事に引っ張ってですね、ホームラン打ったんで、まあこういうのはまあ、しょうがないというか、まあこれもね、あのプロ野球の醍醐味ですから、いい、まあまあもちろんね、それは、あの点取られたら悔しいですけれども、まあまあね、勝負して負けたっていうことですから、まあ諦めもつくし、まあまあね、ホームラン見れて、まあ、楽しいっていうところあるんですけれども、その4人連続フォアボールっていうのはね、やっぱりちょっと応援のしがいもないしですね、もうね、その外野、ね、そのお客さんたちもシーンとする以外ないわけですよね。で、まあしかもですね、その小野投手いい時はいいんですけどね、悪い時は今日みたいにですね、ストライク入らないっていうのになっちゃうんで、やっぱりちょっとね、使いづらいですよね。投げてみな分からんっていう状態ですから。今日はね、大量負けてるシーンでしたから、まだあれですけども、これ競ってる場面ではもう使えないですよね。なので、ちょっとこの辺をですね、まあ、期待されてるわけですから、ちょっとね、その、もうちょっとですね、改善をしてほしいなというふうに思います。で、まあ、先ほど2番手森谷投手、3番手かな。西投手の次が小野投手で、その次が森谷投手です。森谷投手はね、まあ、あの、まとまったピッチングというかですね、そんなに、なんていうんですかね、コントロールが全然定まらないという感じじゃなかったんですけれども、それでも、やはりヒットを打たれてですね、点取られるっていうことですよね。この辺もですね、まだ、その絶好調には戻ってきてないのかなっていう感じですね。だからこの辺がですね、やっぱりね、この負けパターンのピッチャーの重要性っていうところですよね。やっぱりこれ大事ですよね。今日はまあ先発ピッチャーが結構点差取られてしまったのはあれなんですけど、1点負けぐらいだったらこれきっちりとですね、抑えていけば逆転するチャンスなんぼでもあるわけですよね。だから、その、かといってね、勝ちパターンそんなに毎試合使ってたら、ね、登板過多になってしまいますから、勝ちパターンはそんなにガンガン使えないってなったら、1点差負け、2点差負け、3点差負けぐらいの時にですね、今日投げた小野投手とかですね、森谷投手とかですね、桑原投手あたりが出てきてですね、これなんとかですね、0点で抑えていけば、逆転の可能性がね、やっぱ増えてくるわけですよね。今日だってその、西投手が5失点した後に、阪神の方3点取るんですよね。ところが、その阪神が3点取る前にですね、小野投手が4点取られちゃったんで、これで9点取られちゃって、これで9対3になるわけですけど、これはやっぱりね、あまりダメージが相手としてはね、あんまりこう、感じないっていう感じなんですよね。その、これが5対3やったらですね、えらいこっちゃでなるはずなんですけども、小野投手が4点、この4点が余計だったんですよね、今日の試合の中でいくと。で、ここをですね、ピシッとこうやっぱ抑えられるようなピッチャーをですね、2軍にいくらでもいるわけですからね、この辺少しやっぱりまだ整備が必要かな、もしくはその、負けパターンで待機してるですね、小野森や桑原健太郎で、このあたりをですね、どういうふうに調整させるかっていうね、2軍で登板させるとかですね、そういった工夫がちょっと必要になって、来るんじゃないかなっていうふうに思います。はい。
で、今日ですね、明るい話題としては、ロハス・ジュニア選手にですね、ホームラン出ましたよね。で、その、ね、ずっとそのもう全然その野球できるような状態じゃない感じだったのが、まあ、ようやくですね、体が動いてきたと。まあ、昨日もね、休日返上で、まあ、当たり前ですけどね、全然打ててないわけですから、休日返上で打ち込んだっていうね、ニュースもありましたけれども、まあまあ、ようやくちょっとね、体が動いてきたんかなっていう、そんな感じですね。今日はそのホームラン1本と、それからタイムリー1本と、これでまあ、ヒット2本出てですね、まあ、打点も2つということで、まあまあ、まあ、これだけを見てですね、手放し喜べるわけじゃないんですけども、まあまあ、ほっとしたんじゃないですかね、本人もね。ある程度ですね。で、まあ、これ不思議なもんでね、そのファンの立場としてもですね、20打席連続ノーヒットの時は全く打てる気しなかったんですけど、ホームラン1本出ただけでですね、あ、これで期待できるわっていう気持ちにやっぱなっちゃうんですよね。不思議なもんでね。で、まあ、これで明日ね、どうなるかわかりませんけれども、まあ、これでね、もうしばらくは我慢して使える目処がね、立ってくるんかなっていうふうに思います。この辺ね、どう判断するかですよね。まあ、結局でもね、サンズ選手あたりもちょっとね、その、疲れが見えてきてますから、この辺ね、ちょっとまあまあ、サンズ選手休まして使うっていうのを少しね、考慮に入れてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、当面はね、その交流戦で、まあ、DH ありの時にですね、この全員使えるっていう状態に持っていきたいっていう、そういうことだと思うんですよね。その交流戦明けね、リーグ戦に戻って DH なくなった時に、どういうふうに使っていくのかっていうのをですね、まあ、今のうちから少し、こう、プランをですね、練っといたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、個人的に見てると、まあまあ、使ってりゃ、まあ、そのうち、打つだろうなっていう風な感じにはね、見えてますのでね、ロハス選手は。だからまあ、うん、まあ今日ね、一本出たからどうこうではないですけれども、まあもうちょっとね、使ってみてもいいんじゃないかなって個人的にはね、思います。まあもちろんね、阪神ファンの方もいろんな意見の方ね、いますから、とっとと2軍に落とせっていう人もいるんですけどね、この辺ね、まあまだその今、成績に少し余裕があるうちにですね、こう、慣れてもらうという、そんでその、勝負どころは絶対先に来ますからね。6月、7月ね、オリンピック明け、秋口ですよね、9月、10月ぐらいに勝負どころが来ますから、その時に戦力になるように今のうちから準備しておくっていうですね、そういったのが今やっておくべきことかなというふうに思います。まあ、それが今できるぐらいの成績ですからね。なので、その、まあ、長期決戦ですから、今のうちに後のことを考えて準備しておくっていうのが大事なのかなというふうに思いますから、まあ、そういった意味でね、まあまあ矢野監督今シーズンは采配とかね選手起用を見てるとまあ一貫性があるのかなっていうふうに思います。なのでまあ今日打ったことによってまあもうしばらくねロハス選手を使ってくるんじゃないかなと個人的には思っております。はい。ということであとね今日小畑選手がね今シーズン初出場してですねスリーベースヒット打ちましたよね。この辺もですね、まあ開幕からねずっと固定メンバーで来ましたけども、ちょこちょこね入れ替えも、まあまあそう休み休みっていうところもありますよね。今日ちょっと糸原選手がね、デッドボールの影響があって、ちょっとまあ、スタメンから外れたということでね、まあベンチ入れはしてましたけどね。今日だから、セカンド中野選手、ショート小畑選手っていう今日ね、そういった、スタメンで来ましたけれども、これからね、ちょこちょここういった入れ替えもですね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。この辺からが、監督のですね、腕の見せ所になってくると思いますので、まあ、この辺をですね、ちょっとまあ、楽しみに、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい。ということで、まあ、今日はね、この辺りにしたいと思いますけども、明日が先ほどの西純也投手初登板、初先発ということですから、まずは明日は西純也投手のピッチングを楽しみにしたいなというふうに思います。で、あとね、やっぱりそのヤクルト今調子いいんですよね。だからこの調子のいいヤクルト相手に今日落としたことで、うん、3連敗だけは避けたいなっていうふうに本当はね勝ち越したいんですけど本当は2勝1敗にしたいんですけどさっきも言ったように明日西純也投手ですからあんまり高望みはねできないということで、まあ一つね一つは勝ちたいなとだからまあ1勝2敗でまあまあいいんじゃないかなっていうふうに思います。なのでまあ明日はね何としても勝たないかんというよりかは、まあ、西純也投手のピッチングをね楽しみにしたいなというふうに思います。まあ自分のねピッチングしてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で5回6回投げてまあ3失点ぐらいだったらまあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ということで、今日はねこの辺りにしたいというふうに思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。